10月1日、東京新宿にあるゼネコン大手の大成建設本社。来年入社予定の学生を集めて内定式が行われました。内定者233人中女性は37人、その半数にあたる19人が土木や建築の現場で働く技術者です。今だったらやっぱり東京オリンピックがすごいメインで、今後多分建設業盛り上がっていくと思うので、自分が携わっていけたらなというふうに思います。今一番興味があるのは地下トンネルなんですけれども、国を背負うような一大プロジェクトに携われたらいいなというふうには思ってます。土木現場で働きたいという女性も増えていて、今や土木女という言葉まであるほど。これが労働力人口が減っていくっていう中で、建設業界としてもですね、優秀な人材を確保していかなくちゃいけない。性別に関わらず、意欲、それから能力があれば採用していこうと。2013年11月に放送した女性技術者が現場を変える。人手不足が問題になる中、意外な現場に進出し新風を巻き起こす女性たちに焦点を当てました。そんな土木女の一人がここにいます。町田悦子さん、27歳、大成建設に入社して5年目です。向かったのは現場近くに作られたプレハブの事務所。作業着に着替えて、頭にはヘルメット。これは高い場所で作業を行うための命綱がついたベルトです。そして日焼け止め、これは女性ならでは。気になります。そうですね、はい、特にこの現場は保護メガネをするので、メガネ跡が結構ここにできるので塗ってます。はい保護メガネをかけて準備完了です。ここが町田さんの仕事場。横浜市にある首都高速道路と第三京浜を結ぶ江北ジャンクションです。2016年度の完成を目指しています。現場には工事を請け負う協力会社53社、およそ120人の男性作業員が働いています。この男性たちを束ねる責任者、現場監督が町田さんです。アスファ上での作業がメインになってきてますので、アスファ上でこう滑ったりとかしないようにですね、しっかり靴の裏の泥を、落としてもらうようにお願いします。町田さん、安全面だけでなく工事全体の進捗状況や当日の作業スケジュールなども伝えます。今日も安全作業で頑張ろう。ガタイのいい人たちに囲まれてると、こうちょっと圧倒される時はありますけど、普段はあまり気にせず仕事してます、はい、この日はコンクリートを打ちます。実際に使われるコンクリートの品質を最終チェックするのも監督の役目。 OK。町田さんの指揮のもと作業が始まります。現場監督は全ての作業工程を熟知し、的確な指示を出さなければなりません。そうでなければ作業員はついてきません。横浜国立大学工学部で建設を専攻した町田さん、主に鉄について研究しました。そして念願が叶い、大成建設の技術者になれたのです。町田さんのような女性の監督が増え、作業現場にも変化が出てきているようです。こ
ちらは掘削現場。どこまで掘れたかを確認するときは地上からメジャーを下ろして測ります。2125、あと15ミリ。おう、穴の中の作業員はさらに掘り、そしてまたメジャーを下ろして確認。二人がかりの面倒な作業です。町田さん、何かを作り始めました。手早くネジで止めます。できたのがこれ。はい、これなら一人で深さを確認しながら穴を掘ることができます。やっぱり女性なんで結構細かいところ気遣ってくれる。こういう細かい。こちらは掘った穴に落ちないようにと作られた防護柵。ところが作業員が通ると作業着が引っかかってしまいます。町田さん、対策を考えていました。どうやら柵を四角形から三角形に変えるようです。四角形では通りの幅は60センチですが、三角形にすれば1メートル以上に。早速三角形に変えていきます。思いついたらすぐ実行。通りやすくなりました。いいですね。バッテリー大丈夫です。はい。休日、町田さんの自宅を訪ねました。現場が変わればその都度引っ越し。入社5年目でここが3カ所目です。本棚には女性雑誌の横に土木に関する専門書が並んでいました。町田さんお気に入りの本がこれ。日本の橋を集めた写真集です。やっぱり橋が作りたいと思ってこの世界に入ったので、将来はこうその都市 の、 ランドマークとなるような大きい橋を作りたいですね。なんで捨てたもんじゃないと思いますけどね。人生ってパワーアップしてる感じがしますね。周りから見ててかっこよくないんだよ。俺はそういう生き方したくない。負けて終わりたくない。ガイアの夜明け配信企画、あの主人公は今。